2021年正月ということで、まあ正月といえばやっぱりボードゲームでしょう。僕あんまり正月にボードゲームやったことないんだけど、まあせっかくならね、こう正月っぽいことをやろうかなと思ったんで、遊び対戦やっていこうと思います。いつもさ、オンライン潜ってるんですけど、よくよく考えたら僕一人用でしか遊べないゲームまだ動画で上げてないんで、ちょっとそれやってみようかなと思います。スロットカー。これ一人でしかできないやつだよね。え、これなんかさ、アクセル全開、二人でできたりすんのかな。え、対戦でできないよね確かこれ。わ、対戦でやりてー、めっちゃ面白そうじゃん。あー、飛んでった。そう、こういうゲームなんですよ、スロットか。アクセルを緩めないとね。なんかさ、このマリオパーティーでこういうのあるよね。コースアウトしないように、みたいな。説明短えな。なんか僕が普通に遊んだデータがあったんで、じゃあ普通はとりあえずクリアしてたっぽいから、強いでやってみる？で、じゃあコース1をプレイでやってみましょう。そうか、CPU と対戦できるのね。僕どっちだ？あ、僕上か。オッケーオッケー。で、LR は？オッケーの合図。よし、勝つぞ。え、どんぐらい強いんだろう？強いって。あんま早すぎるとさ、落ちるよね。ちょっと怖い、これ早すぎるかな？さすがに早すぎるかな？うわーちょっと待って。あ、ゆっくり、アイテム落ちてる、アイテム落ちてる。よし。ゆっくりで、ね、ゆっくり。これ、緩めよ、緩めよ、ちゃんと。あ、それはちょっと緩めすぎ。よし、アイテム落ち、今、ちゃん、こういうのさ、慎重すぎても、よくないよ。これ、ゆっくり、この曲がり角の時にゆっくり。最初のスタートの直後のさ、これ第1コーナーがむずすぎる。第1コーナー、第2コーナーがマジで難しいんだけど。え、開いた後一周じゃん。これ追い越すぞ、絶対追い越すぞ。抜ける。これ、ラスト一周。まだある。まだ、もうない。あー、負けた。これめっちゃ熱くなっちゃうわ。てか、あんなとこにコーヒー置くな。めっちゃ危なくないか。もしもあそこにカート飛んでったらどうすんの。これさ、実際にやりたいよね。なんか実際にカート買ってさ、走らせてさ、うわー、で今の速度で飛ぶ？飛ばないだろ今の。あ、ちょっとこれ緩んだ時はちょっと修正した方がいいのかって、僕下手じゃね。ちょっとここから慎重に行くね。よし、で緩めて、こうでキーってなった時注意で押してった。よし、今抜けるね。よし、抜いた。このまま落ちなきゃ勝てるぞ。よし、あいつどうせ落ちるから。よーし、勝った。よし、ギリギリ、結構接戦よ。え、これでさ、強さ、強いでしょ？まだまだ上があるもんね、これ。え、すごいに挑戦してみようよ。え、なにこのコースさん、楽しそう。6周なのね。勝てるかな？てか、またコーヒー置いて。危ないよ。てか、あそこの1回転いいな。あそこスピード出さないと絶対落ちる。間違いなく。はい、くるん！はい、ナイス！で、あ、これさ、カーブ少ないからさ、そんな注意しなくていいんじゃない？うわ、やべ、慎重になりすぎた。抜かれるとスピード出しちゃう。相手、うまっ！え、僕もちょっと上手くなってない？で、こうスピード出す。で、ここでちょっとゆっくり。これゆっくりなりすぎちゃうんだよな。慎重になっちゃう。やべ、すあー！コーヒーぶつかる！え、あいつうめえ！一回も落ちてないんだけど、ものすごい上手くない？これ、ショートカットできねえかな？くるんって回るところで、なんか、うまいこと、こっち側にぴょんって飛びたい。ダメかな？さすがに、うわー！壊れる。え、あいつあと一周！え、負ける前、あー！負けた！うんま。え、うんま。これ、まだ最強じゃないんだけど。急いでぐるって回る。そして、ここ緩めて、ものすごい真剣。ぐるっと回る、緩める。よし、いいぞ。勝てる。危ねえ。いや、あいつ早すぎ、あまりにも早い。もう開けらんねえ。くそ、抜かれたか。これ抜き返せ、これ抜き返して、あと一周、絶対勝つ。勝つぞ。勝てくっそ、悔しい。くー、もうじゃあ早速だけどオンラインやろう。何潜ろっかな。マンカラってどういうゲームだっけ。花咲いた。花っていうか目か。
種まきのゲーム。種まきのゲームなんだ。それが満開。へえ、あ、だから芽が咲いたのか。あ、これが種なのね。種に見立ててんのか。ああ、取った石を一つずつ置いていくのね。動かす石は自分のポケットから選ぼう。自分のポケット。ああ、はいはい、なるほど。青チームだと、青チームとか青サイドだと。力選ぶのね。うん、そういうことね。それを自分のゴールに集めていくんだ。はあ、ゴール。オッケー。集めるってどうやんの？で、このゲーム最大のポイントは、うん、引っ張るね。うん。うん、空きポケットに最後の石が入ったら横取りだ。ああ、あ、今右下が空いてて 1,2,3,4,5 で、そこに入ったら相手の対面のところが取れるんだ。それ全部もらえるんだ。はいはい、なるほど。で、最終的に全部どちらかのポケットから石がなくなったら、なるほど、ゲーム終了。どっちかの、まあ、これで言うと青サイドが全部なくなったから終了なのね。多い方が勝ちなのね。分かった。あとはやればわ。やります。ドドン。うん。なんかできそうな気がする。そんなドドンってしなくても。これが満開。分かった。よし、よろしくお願いします。ちょっとなんか探り探りになるかもしんないけど、オッケー。つまり、待って。ゴールがそこで、ここに持ってけいいんだよね。で、ちょっと一回やってみるわ。これを運ぶと 1,2,3,4 あそこまで運べんのね。なるほど、 2,3,4 ぴったりゴールはもう一回。はあ、なんだその裏ルール。ちょっとそれ覚えとこう。ずれ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 。僕もそれやりたいんだけど、ぴったりなんちゃら。でもさ、これさ、あ、横取りギリできなくなってる。くそー、うまいことやってんな。これなんかやったら横取りされそうじゃね、うっかり。まあ、やってみるか。3、4で。もう一回ぴったりやりたいんだけど、できなさそう。1、2、3、4、5、6。はぁはぁ、なるほど、なるほど。ちょっとここら運ぶか。1、2、3、4。相手のさ、自分の空きができたらさ、一気に取られるわけ。あ、違うか。そうか。自分の空きに入れたら、いいのか。最終的に。ちょっと待って。なんかその辺のルールが。まあ、じゃあこれぴったりゴールするよ。ぴったりゴールするで、これさ、例えば相手の空きのとこに入るわけじゃん。あー、なるほど。自分の空きのところに入ったら相手のがごっそり取れんのか。そっかそっか、ごめん、そのルールがちゃんと理解できなかった。ってことはよ、これよ、え、なに、なんでよ、あれ横、あ、そっか、そこまでいけるから横取りチャンス。きた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 。自分の空きのところにゴールと。で、横取り、あの8個を全部取れるのに。きたー！これめっちゃ有利じゃない？え、もうこれ、相当有利よ。だから、相手の空きの場所は気をつけとかなきゃいけないわ。これで言うと、今相手の10のところ。あれ狙いたいよね、狙えるなら。なるほど、なるほど。じゃあ僕は、あえて、これを前に進みましょう。まあ、なんでかはちょっと後々わかるはず。で、どう来る？で、待って。1,2,3,4 あ、全然僕の計画全然だわ。偉そうに言っときながら。で、これ結構計画通りにやるの難しいな。じゃあ、ここ狙われそうだから、こいつ動かすか。先に。動かしておいて。ってなると、自分のこの銃が危ないんだよね、きっと。やべやべやべ。大丈夫かな？そっか、連続で狙われることがあんのか。ここが 1,2,3 で、あ、これ、奪えんじゃん、一応奪えるな。ちょっと奪うか。一つでも多く奪おう。横取り。で、あ、そうか、横取りは連続でできないのか。なるほど。そっか、さっきもそうだったね、そういえば。やべ、あの10個取られたら、危ねえ。じゃあ、ちょっと待って、慎重になっちゃう、これ。一回ちょっとリスク分散。よし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 。よし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 。あの3つ取られないように。あー、取られちゃう！それ取られちゃう。あー、うまい。それはうまい。あ、そうか、ぴったりゴール狙うことで、そうか、自分のとこもバンバン増やせるってことか。わー、ずるいぞ。うわ、うめえ。めっちゃうめえ。混ぜろ、僕も。ずるくね？まだやんの？
いいな。どうすんの。あ、じゃあ僕、あ、それ横取りさせてもらいます。それじゃあ横取りします。あ、僕の4つ取られちゃう。しまった。何やってんだ。横取り。いやー、やっちゃった。僕の4つが。しまったな。あ、相手なくなった。残った石を移動します。あ、もらえた。え、これか。やったー。なんかすげー押されてると思ったけど。あ、え、これ面白い。ちょっともう一回やろう、もう一回やろう。なんとなくわかった。自分の手元にあるの全部もらえるんだもんね。だってなるほど、これ難しいな。後手なんか戦い方とかあるのかもしんないけど。何その初手、うまい人のやつじゃん。じゃあこの5個いきます。ゴール。どうすっかな。ちょっとなんかこの辺怖いから進めとくか。よくわかんないけど、なんか相手ちょっとうまそうじゃない今回。うわ、連続1,2,3,4。あの7取りて。いや、でも取れない、悲しい。じゃあこの6移動させよう。リスク分散、リスク分散。そうか、相手の方に持っていくことが必ずしもいいとは限んないのか。だって試合終了時にそこのは全部ね、相手に持っていかれるわけだから。じゃあこれちょっと動かすよ。いやー、なんかやり終わったのかな。あの8動かすよね。そうだよね。あ、でもなんか手元に増えてきた。いいぞいいぞいいぞ。じゃあこの2で連続にするか。待って、連チャンにしたいけど、考えろ考えろ。連チャンでコンボ決めるのを考えようっていうのを踏まえると、こうだな。で、何がしたいかっていうと、僕今コンボ考えてます。バレんなバレんなバレんな。よし、バレてないバレてない。これで1,2で、で連続で、これで横を取れるよね。きたー。で、僕のあの銃を気をつけとこう。銃めっちゃ気をつけよう。相手も銃あるな。え、大丈夫？あ、やばいやばい、僕の銃が横取り。マジかよ、ちくしょう。やばい、それは、やばくない？かなりやばくない？それ。くそ、ちくしょう。そうか、銃もあると一周して自分のとこ来れんのか。いや、これは悪いことしたら、悪いことしたとか悪手だったな。やばい、3取られる。くそ、取るんじゃねえ。あ、でも僕も3取れる。3取りチャンス。横取り。いや、いいよ、取ってけ取ってけ取ってけ。こっちも取ってくから。で、いや待って、取ってったとて、ここの2も取られんだよね。それがちょっと下せない。むずこれ。これちょっと王道じゃないかもしれないけど。いや、行くか。取るか、一回3。いやー、これダメかもな。勝ち筋あったのかもしれないけど。いや、まだ、なんか怒れ。で、こっちも横取りした。あ、でも終わっちゃう。あー、ダメだ、これ終わっちゃう。パスしたい、パスしたい。あ、まだ続くわ。で、これで石たくさんもらおう。あの7個全部もらおう。で、よし、こっち流してこい、流してこい、流して。で、あ、いけるいける。で、これ相手が次1手で終わるから、よし。で、こっちにあるやつは全部僕のもの。どうなる？あの11個取られたのでかいよな。勝って！あー、ダメか！いや、これ、面白い！これ、面白いね。ちょっとまた今度やるわ。さあ、スピードをやります。よろしくお願いします。これはカードの前後の数字が出せるっていうゲームですね。だからこれ J、おりゃ！よーし、まず先手取った。これさ、まあ、たまにわけわかんなくなるんだよね。6、7出してくれ、7。来ないか、7。あ、これキングいける。ジョーカーは何でも出せる。で、6いける。あー、6出されたんで、6。で、キング、エース出せんじゃないそれ。で、キング。あー、しまった。よし。で、4で、じゃあ、ジョーカー、ジャック、クイーンの、に出せるカードはない。7、あ、7！ よし！ 6、で、あのジョーカー使わんぞ、まだ。相手の様子を見ながら使う。分かった、しょうがね、出してやるか。10、なに、はい！ 3、2の、出せるカードないか。よし、これ、いけんじゃない？いや、相手なんか、だいぶ減って、19、8！ よし！で、
8、9の2、3、4、5で2だ。よしよし、よし、危ねえ危ねえ、めっちゃギリギリ、危ねえ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 。いや、スピードなんかあれだね、なんか動体視力良くなりそう。やっぱヒット&ブローね、何回でもやりたくなるこれ。で、これ4つのピン、右に隠れてる4つのピンが何でしょうっていうゲームですね。で、これ今、先手の人が入れて、ワンヒット。で、一つ色と場所が正解してて、で、二つ色だけが正解してんだよね。だから、ちょっと予想します。当たってるのが、例えば緑だとする。んで、色が正解してるのは、これと、青と黄色だとして、じゃ、ピンク入れてみようか。ピンクというか紫というか、お、2個正解してる。これ、緑いったか、緑いった可能性もあれば、あんまり、これ、いろんな色入れない方がね、だんだん絞れていいんだろうけど。まあ、相手を錯乱する意味でもね。お、その二つに絞った。で、白、赤。ちょっともう一回やりませんか？そんなバカな！すごくない？めっちゃすげえじゃん。ちょっともう一回、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 もう一回。もうさっきのはルール説明だったっていうことにしたいぐらいの。オッケー。先手か、あ、後手か、オッケー。さあ、初手どう来るんだろう。まあ、初手ね。あ、ちなみにこれ色かぶりはなしです。だから緑2個とかはないはず。緑2個、その、色かぶりありルールとかにしてもね、またそれはそれで面白いんだけどね。じゃあ、白が合ってると読んで、じゃ、こっちに緑、なんかまたさっきと似たような感じになるな。で、またピンクと。お !4 つは合ってる。で、順番が違うんだ。ってことはよ、考えろ。2番目か4番目に緑が来て、2、3に、2番目か4番目に緑、2、3に黄色、あれこれ1つに絞れそうじゃね？いや、お、何？何？何？ってことは、あ、分かっちゃったかも。これ緑が、ここで白が、あ、白はどっちでもあんのか。いや、でも、黄色が、ここ確定になって、ってことは白ここ確定。あ、ってことはここピンクだよね。こうでしょ。どうよ。あー、間違えたー！ツーヒット、ツーブロー。逆かー。逆か？ん？いや、そうだよね。あー、白は上だ。じゃあ絶対。うわー、しまった。そうか、白上、あー。白上だよね、確定で。で、で？あ、で、ピンク上合ってて。うわー、じゃあ黄色下か。あー、気づくな。気づくな。気づくな。気づかないで、気づかないで、あー、しまった。めっちゃ入念に確認してる。お、違う、ゼロヒット、フォーブロー。待って待って、ちょっと待って、黄色が合ってんのか。あ、黄色白が合ってて、緑が上？はあ！これ分かんなかった。こうってことだよね、つまり。全然気づかなかった。そうか、これで1個目と合ってて、あ、そうか、こうか。うわ！気づかなかった。途中の気づくなコール恥ずかしい。マジで恥ずかしい。これなんかあれだね、固定観念というか、思考ロックしちゃう。神経衰弱。僕、いつぶりだろう、神経衰弱。あ、これ、揃える枚数2枚以上もあるんだ、ルールによっては。まあ、今回2枚ってことだね。うわー、できるかな、なんか僕、こういう短期記憶的なの、できるかな。よろしくお願いします。たぬきち、しばけんさん。5ハート、5ハート。エースクローバー、ゴーハーエースクローバー、ゴーハートエースクローバー、ゴーハートエースクローバー、ゴーハートエースクローバー。これさ、エースエースでいいってこと？
こういうこと？あ、いいんだいいんだ。なるほど。じゃあ、5、5で覚えとこう。5、5で覚えとくわ。なるほど。54、54、54。くの字で54。54、8、2、やべ、わかんない。50、70、え？あ、マジ？え、いやいや、これ、わかったわかった。な、あ、ここ、ここ。で、ここ、ここ。で、7だったよね。あれ？ 8、あ、しまった。そっか、8、2だったから。あー、やべやべ。あ、やべ、なんか、4、あ、左上か、4、7。ん？ 7 って右下？やべやべ。わかんなくなってきた。左下なんだったっけ？ 3？八って左下じゃなかったっけ？ああ九だー！そっか八ここだった。しまった。ああやべえ。しまったしまったしまった。九あやべえ。二あれ八のあの場所気づかれてない。あ六どっかで僕引いた気が。八八だよね。六六ここじゃなかったっけ？六六で二五きたー！二きた。よっしゃ。恥ずかしい。3はその真ん中じゃない？真ん中上？いやでもこれ勝ったっしょ。勝ったでしょ。よーし。いやこれちょっと待って、もう一回や、もう一回やろもう一回やろもう一回やろもう一回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 。まあやはりシックスボールパズルでしょう。あの形を揃えて技を出すシックスボールパズル。やべ、ちょっとなんかいろいろ忘れつつあるけど、あでここ決めれんじゃね、この辺で。よし来た。これなんだっけ、ヘキサゴン、ヘキサゴン決まった。よし、相手はまだヘキサゴン打ててない。これチャンスじゃない。で次この青でなんとかしてえな。いや待って、この黄色で狙うか。黄色で狙う作戦。よしで、うまいこと。いやこれ難しい、これね落とし方が結構難しいんだよ。よしで、もう一回ヘキサゴン、連続ヘキサゴンで、青切ってるから、え、これもちょっと連鎖に狙うか、連鎖に使うか。で、これ紫でストレートも狙おう。ストレート狙いつつので、右ではピラミッド、こうかな。よし、うまいこと。よし、いやーこっち、よし、両方両方作れ両方作れ。あー崩れちゃったか。まあいいかいいか、決めろ。いや待って、ここ決めるより意欲はピラミッドの方が強いから、まずピラミッドから。あーでも左のストレート崩れちゃうか。よし倒せんじゃない倒せんじゃない。何、よーし勝てた勝てた、対戦ありがとうございます。えっともう一戦やろう、もう一戦。よし、よろしくお願いします。まず何狙う。お、相手なんか落下が上手い人っぽい。落下なんか狙ってんな。待って、これ難しいんだよね。よし。で、ここでヘキサゴンを決める。あ、相手も決めそう、ヘキサゴン。じゃあどうするどうする。ちょっと巻き地とストレート打ちて、あそこの緑入れば、緑入ってくれ。よっしゃ、緑入った。これはストレート決まった。よし、ストレート決まる。で、その後どうしよう。黄色でなんかできそう。黄色で、いや、できないか。あー、くそ、しまった。ちょっと、ぐだってるぐだってるぐだってる。どうしよう。ここで青で、なんか技決めようよ。技を、ちょっとラグが。よし。で、もう一発、青を、来た！ピラミッド！これ連続で決まってほしいんだよな。ピラミッドヘキサゴンみたいな。決まると超気持ちいいんだよね。たまたまだろうけど。で、これ緑で、ストレート狙うか。ストレート狙って、で、なんか、ストレートついでにどっか狙えればいいんだけど、なんか赤崩れそうだな。わー、相手ストレート打ってきた。いやー、しかもこっちもちょっと崩しちゃった、焦って。いや、これまずいぞ。まあ、一回ちょっと消すか。消して、で、赤消えるじゃん。でもどうしよう、なんか形作りづらい。なんか紫でいい感じにできればいいんだけどな。どうしよう。なんかとりあえず消すだけみたいになっちゃう。まあちょっと一回整地も兼ねてね。
なんかうまいこと、これ降ってきたのでできないかな。無理か。なんかこの青で、あ、ピラミッド作れそうだな。で、青でピラミッド作りながら、あ、来た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 、これで一発逆転いきたい。よしよし、来た来た。あ、かなり崩れた。いいね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 。あ、でほぼ5分ぐらいかな。相手も打ってきてるから、なんかこれ2連続ぐらいで打てればいいんだけどな。で、赤、赤でピラミッド狙いの。やばい、ここでストレート打たれたらかなり、あー、やばい、ミシコミスった。いや、これまずいな。いやー、これかなり不利だ。いや、でも諦めんぞ。一応右の緑でピラミッド狙えるから、そこで打って、よし、あぶねあぶね、なんとか助かった。あぶね、クソ、もう一発なんか起きてくれれば。一応ストレート狙えるで、黄色でも一応ピラミッド狙えるな。うわー、むずすぎ。いやー、ミスった。いや、なんか今うまいこと、うわー、やったー。緑、緑で紫で、しかもピラミッド、あ、これ来たんじゃない。よしよしよし、ピラミッド、やったー。ほぼ残り4つ、こっち、よーし、すげー運が良かった。え、今のめっちゃ気持ちいい。え、もうこれでちょっとね、気持ちいいまま終わろう。もう逃げよう逃げよう逃げよう。